私がお風呂に入っている時のお話なんです。髪を洗っていると明らかに誰かがいる気配がして、ふと鏡を見ると女の子らしき姿が見えました。<っ>怖くなってすぐにお風呂を出ました。それから鏡を見るのが怖くなっちゃったんですけど、勇気を出して。 部屋の鏡などを見ましたが何もなく気のせいだと思ったんですでもまたお風呂に入って髪を洗っていると嫌な気配を感じますでも鏡を見ると何もないので少し安心してお風呂に浸かろうと思って振り返った瞬間突然腕をつかまれたんです 女の子でした私は必死に手を払って逃げましたそしてあまりの恐怖だったので大声で家族を呼んだんですそしてそのことを話すと弟も同じような体験をしたというのですすぐにお祓いをしてもらいましたすると前に住んでいた女の子だということでしたでも私は それ以上は怖くて聞けませんでした。